オートレースファンの皆さん、こんばんは。フェルヌマンナです。早いものでもう12月、今年も残りわずかとなりました。番組をご覧の皆さんにとって今年はどんな年でしたか？私は何といっても永井大輔選手の日本選手権3連覇、そして地元の船橋に関しましては地元勢の優勝が多かったのがとても嬉しかったです。さて、今年最後のオートレースプラスですが、情報盛りだくさんでお伝えします。今回は素敵なゲストの方にお越しいただきましたので、最後までお楽しみください。まずはこちらのコーナーからです。オートレースニュース、最初はオートレース川鍋が一部リニューアルされ、特別観覧席が新設されましたのでご紹介します。鹿児島県南九州市に誕生したオートレース専用場外車券売り場、オートレース川鍋に特別観覧席が新設されました。特別観覧席にはゆったりと座れるリクライニングソファーを設置、専用のモニターでオートレースを満喫できるプライベート空間となっています。コーヒーやお茶のドリンクは無料、ご夫婦やカップルでお楽しみいただくペアシートもご用意しました。また毎週木曜日は特別観覧席半額デーとして、料金が半額の500円になります。皆様のご利用をお待ちしています。さらにオートレース川鍋ではキャンペーンガール、幸運の女神愛さんと育美さんの2人が登場、オートレースを盛り上げています。オートレースニュース、続いては第32期選手候補生についてお伝えします。11月10日川口オートにてオートレース第32期選手候補生がファンの皆様に挨拶を行いました。養成所からバスで川口オートに着いた候補生たち、多くの候補生にとって今日は特別な日となります。実際のレースでは特に自分たちと同じ2級車に乗る31期選手の走りを見つめ、乗車姿勢や足の出し方などを食い入るように見つめていました。走路内ではファンの皆さんにご挨拶、少し緊張した面持ちでしたが、多くのファンの皆さんから声をかけられると少し笑顔が戻っていました。日々厳しい訓練が続く第32期選手候補生ですが、お聞きしたところによるとまだスピードは出ていませんが、走路を走り始めているそうです。まだまだ先は長いですが、夢に向かって頑張ってください。続いてはこちらです。グレードレースウィナーレポートのコーナー、まず最初は山陽オートで開催された TYS テレビ山口 G2 第1回ライジングカップ優勝戦からご覧ください。日本選手権優勝戦で3着と力強さが戻ってきた田中茂選手がシリーズ3勝、思想も 3.29 と一番時計をマークし人気の中心。新設されたグレードレース第1回大会とあっては譲れない地元山陽勢がどう戦うか注目です。ライジングカップの優勝戦スタートしました。最内からは1番の遠藤、そして6番の浜野が初日の再現とばかりにかましていきます。6番の浜野潤が一気にトップを奪いました。残りは5周回、さあ先頭2番手の差が急速に縮まってきました。8番の田中茂が2番手から追い詰めていきます。そして3、4番手も4番の西村、5番岡部、この両者の3番手争い。5番の岡部が3番手仕掛けていく、内に入ってきまして5番の岡部聡が3番手押し上げています。さあトップ争い、まだ6番の浜野がコースを締めて残りは1周回、初代チャンプに名を残すのは誰か。まだ6番の浜野が先頭、2番手から8番の田中茂覗いていく、抑えた浜野、今度は外から5番の岡部がまくっていきますが、最後の直線に入ります。頭はどうだ、6番の浜野が振り切った。気力で勝る田中選手が再三トップを狙うも、その猛攻を最後までしのぎ切った浜野潤選手が優勝。第1回ライジングカップのタイトルを地元勢として死守しました。いや本当に感触悪かったので信じられなかったです。作戦も何も、はい、なりに走るしかないので、はい、予想はもっと早くやられると思ってたので締め癖がついてきましたね。次の G1 も
優勝戦乗れるように頑張ります。何度となくトップを狙った田中選手もすごかったのですが、その猛攻を最後まで抑え切った浜野選手の走りがまたすごかったです。まさに意地と意地とのぶつかり合いでした。浜野選手、優勝おめでとうございます。グレードレースウィナーレポート、続いては伊勢崎オートで開催された楽天銀行杯 G1 開場36周年記念シルクカップ争奪戦優勝戦です。グランプリで SG グランドスラムを達成後、絶好調だった高橋貢選手でしたが、日本選手権でまさかのフライング。地元記念でその悔しさを晴らすべく思想一番時計をマークし、人気が集中しました。優勝戦スタートを切りました。さあ高橋のスタートは一息か。2番の青木春しか好スタートを切りました。1コーナーを制したのは青木、しかし高橋は落ち着いています。2番手の位置につけました。3番手が岩崎、そして砂見和幸4番手。さあ人気で続く山陽勢が王者の後ろにつける格好となりました。早くも高橋貢が青木を仕留めた。先頭変わりました。1番の高橋貢、地元の意地を見せつける高橋貢、2番手砂見、3番手が4番岩崎、ブルーフラッグを迎えました。まさに高橋無双であります。 G3 含めてグレードレース64個目、 G1 25個目、シルクカップ7度目の優勝、同一 G1 7V はミスターオート飯塚に並んで歴代2位タイ。高橋貢圧倒的な強さで優勝。2番手が砂見、3番手岩崎。スタートで青木選手に先行を許すも、すぐさまトップを奪い返すと後続の追従を許さず快走。高橋貢選手がシルクカップ7回目となる優勝となりました。まあいい枠ですよね。まああまり外よりは、多少遅れても、まあなんとかいいところは取れると枠なんで、はい、まあ、言われるまでね、全然そういう意識もないんで、はい、また来年、そうですね、まあ来年またぜひ、取って8回行きたいですね。はい、どうもありがとうございました、応援。また、次節、マイレスマイレス、一着取るように頑張りますので、今後も高橋貢よろしくお願いします。ありがとうございました。この日伊勢崎オートでは強風が吹き、とても寒い一日でしたが、まさに風のごとく高橋選手が伊勢崎走路を駆け抜けました。さすがは絶対王者です。高橋選手、優勝おめでとうございます。それではここで今回のゲストの方にご登場いただきます。山陽29期藤岡和樹選手です。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いいたしま す。それではですね、早速なんですけれども、藤岡選手はオートレーサーです。オートレーサーになったきっかけを知りたいんですけども、お子様の時から憧れていたんですか？やっぱり小さい頃からの、まあ、競艇のレースを見たりとかして、はい、そこからレースしたいなって思ったんですよ。一時は F1 レーサーもなってみたいなとか。いいですね。ミーハーなんでレースというレース全部なれる可能性ちょっと調べたりとかしたことありましたね。きっかけはですね、はい、大学の時の先輩で砂見選手っていう人がいてという人でいいんですか？はい、もうその方が、はい、まあ、オートレースの選手になったっていう、まあ、それからですね、いろいろ調べてなりました。学生時代砂見選手と出会って、で砂見選手からこう勧められてみたいな感じなんですか？まあ、勧められてはないですけど、自分から質問していろいろ教えてもらいました。そしてですね、29期で見事合格しました。まあ、養成所に入所するわけなんですけども、厳しい厳しい養成生活いかがでしたか？まあ、厳しかったですね本当に厳しかったです。特に何が一番辛かったですか？特にやっぱり寒いし、風もあるしで、朝起きるのがやっぱ寒かったですね。でもなんか養成所時代は落車王だったという噂をお聞きしたんです。これも砂見選手からなんですけど、まあ、落車王になりきれなかったんですけど結局全コーナー落ちましたもんね、養成所全コーナー、はい、1、2、3、4、はい、バックストレッチ、ホームストレッチ全部こけました。はい、まあでもそれでも藤岡選手今ね、こうやって活躍してるわけですからね。ありがとうございますそしてデビューしまして、憧れのレーサーになったわけですけども、やはり実際のレースしてみた時の感想って覚えてますか？いや、一番最初のデビュー戦とかも
まあ覚えてますけど、はい、まあ、いっぱいいっぱいですよね。いっぱいいっぱいでした。難しかったと思います。はい、でも藤岡選手一気にですね、初優勝を飾ったのがスピード王決定戦、しかも地元でしたよね。そうですね。この時も相当嬉しかったんじゃないですか。もう嬉しいというか、うん、もうよく分かんなかったですね。はい、もうレース中も、はい、まあ、口には出してないと思うんですけど、まだ一着走ってるなとか、そんな感じでずっと思想も出てなかったし、もういっぱいいっぱい走っただけなんで、あんまり覚えてないって感じですかね。ぼーっとしたまんまゴールしました。表彰台登った時も、はい、ちょっとまだもうぼーっとしました、ね。はい、そしてこの後は昨年優勝しました地元スピード王決定戦を控えています、はい、どんな気持ちで挑みたいですか。もう前回優勝戦、まあ、思想タイムも出ず、配当もものすごいの出してしまったんで、今回もそこの優勝戦に何度か行って、もっと買ってもらいたいですね。150万ぐらいついちゃったんですけど、今度もしまた活躍できて、まあ、そういうことがあれば5000円ぐらいになってくれないかなみたいな。もっとガチガチがいいですね。そう、みんなに買ってもらいたい。さすがに150万はあの優勝インタビューも申し訳なかったんで今回は皆さん取りましたかって言えるような、まあ、そういう走りと、まあ、信頼をしてもらいたいなと思いますね。はい、さあ、それではですね、最後に番組のご覧の皆さんの方に今後の抱負とメッセージをお願いしたいと思います。今年は、まあ、大きい大会で活躍できて、まあ、皆さんにちょっとは覚えてもらえたのかなと思いますけど、まあ、大晦日をはじめスーパースター、これからもずっといいとこ見せますんで応援してください。お願いします。はい、ありがとうございます。今回のゲストは藤岡和樹選手でした。どうもありがとうございました。頑張ってください。続いてはこちらのコーナーです。今後のグレードレースをご紹介するネクストマンスリー G のコーナー。まず一つ目は12月15日から山陽オートで開催される九州スポーツ杯 G1 第47回スピード王決定戦のお知らせです。スピード王決定戦開催期間中は様々なイベントやプレゼントが予定されています。イベント情報など詳しくはオートレース公式ホームページや山陽オートオフィシャルサイトにて公開していますのでご覧ください。ネクストマンスリー G2 つ目は大晦日決戦オートレース1年の締めくくり、12月27日から川口オートで開催されるスーパースターフェスタ 2012SG 第27回スーパースター王座決定戦開催のお知らせです。スーパースターフェスタ開催期間中はこちらも様々なイベントやプレゼントが予定されています。イベント情報など詳しくはオートレース公式ホームページや川口オートオフィシャルサイトにて公開されますのでお楽しみに。続いて今後の開催予定です。グレードレース以外にも各場でレースが開催されています。飯塚オートレース場では本日より開催中のスポニチ杯フルスロットルバトルにて31期新人王決定戦が開催されています。こちらもお見逃しなく。最後にお知らせです。来年2月25日に平成24年選手表彰式ファン感謝祭を開催。ファンの皆様をご招待します。参加ご希望の方はオートレースオフィシャルホームページ、またはオートレース携帯サイトより応募概要をご確認の上、募集フォームよりご応募ください。皆様のご応募お待ちしております。次回のオートレースプラスも情報盛りだくさんでお送りします。どうぞお楽しみに。この後は引き続きオートレースフラッシュ11月号をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。